それでは、ただいまより知事囲み取材を始めます。まず、冒頭に知事からご発言がございます。これからゴールデンウィークに入っていきます。そのゴールデンウィークに入っていくにあたって、帰省する際の無料検査場、これを臨時で JR の新大阪駅、それから大阪駅に設置いたしますので、ぜひここを活用していただきたいと思います。またこの2カ所以外に常設のこの施設、無料の検査場を設置しているところも合わせて活用していきまして、合計、主要駅の7カ所で帰省に向けた無料検査場を設置いたしますので、ぜひ帰省される方、ここを活用して、安全に帰省をすることを、感染対策を徹底した帰省をお願いしたいと思います。具体的にですけれども、帰省する前にぜひ新型コロナの検査をお願いしたいと思います。ゴールデンウィーク期間中、まさに人の移動が多く伴う時期でもあります。この時に帰省を考えている方もいらっしゃると思います。特に重症化する可能性が高い高齢者の方に会う場合には、事前に検査をお願いしたいと思います。この帰省先が高齢者の方とお会いする場合は、とりわけ特にこの検査をお願いしたいと思います。ぜひそのリスクを避けていただきたいと思います。そのための手段といたしまして、まず帰省向け無料検査場、これは臨時で設置をいたします。設置期間は4月28日から5月の8日までです。場所は JR の新大阪駅の中に設置をいたします。また JR 大阪駅の中に設置をいたします。これは JR の本当に大きなご協力でありました。 JR に感謝を申し上げたいと思います。まず JR 新大阪駅につきましては、1階のバス乗り場付近です。1日360件ぐらいの検査件数で、開設時間は朝の8時から夜の8時までになります。 JR 大阪駅の方につきまして、3階の連絡橋付近、昔の緑の窓口があったばかりですけれども、そこで検査を行いますので、ぜひご活用ください。で、検査方法ですけれども、抗原検査、簡易検査キットでの検査になります。ご自身で検体採取をいただきまして、鼻腔拭いになります。で、検査時間は15分から30分程度で結果が出ます。すぐその場で結果が出ますので、ぜひこれを活用していただきたいと思います。また併せて、この JR の、 この駅構内ではありませんが、そこに近接するターミナル駅に近接する場所といたしまして、5カ所この無料検査場、とりわけ帰省のための無症状の方向けの検査場を設置をいたします。設置をいたしますというか、これまでも無料の検査場として設置しているところを、今回改めてこの帰省のための検査場として常設ですけれども、活用していただきたいということで実施するものです。これはそれぞれ大阪の梅田駅周辺、これは例えば第2ビルのところであったりと、さまざまなところに記載している通りですけれども、難波駅周辺であれば道頓堀だとか、そういったところでやります。また伊丹空港についてはもう空港内で行います。これまでも行ってきたところでもありますが、合わせてこういった伊丹空港であったり、難波駅周辺、あるいは JR 大阪駅、新大阪駅の駅の中で無料の検査場を設置いたします。帰省される方、とりわけ帰省で高齢者の方とお会いになれる方については、無症状であって検査をして安全安心に帰省をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここからは以上です。はい、それでは質問を受けいたします。挙手の上、お名前、社名をおっしゃってください。はい、読売新聞。読売新聞の山本です。読売新聞の山本です。まず帰省前のコロナ検査についてなんですけれども、これは JR についてもそう、常設のところもそうなんですけれども、この臨時のところも1日あたり360件と一応上限設定になっているかと思うんですけれども、これ上限化してしまって以降はちょっともう残念ながら受けられないということになってしまう。そうですね、上限に達するとこれは受けられないということになりますので、そうなった時には我々としても公共はできるだけしていきたいというふうに思っています。それから実は大阪の府内には同じように700カ所の無料検査場があります。今でも1日だいたい4万件ぐらい、1週間で4万件から5万件検査をしている無料の検査場、これは無症状の検査場が700カ所ありますから、ここの JR の大阪駅や新大阪駅に限らず
そういったところも利用できますので、ぜひ大阪府内なるなど、この無症状の方にも適用される無料検査場を活用していただきたいと思います。まあ、とりわけ、まさに JR でこれから出発するということに関していくと、こういった駅の中にも成長していきますので、その両方で活用をお願いしたいと思います。で360から増えたら、それはそれで増やしていけるのか、それはそれで増やしていきます。ありがとうございます。あと、ちょっとコロナに関連してなんですけれども、今の感染状況について、知事の受け止めを教えていただけますでしょうか。現時点の感染状況とすれば、横ばいか少し減少傾向になるという状況だと思っています。まあ、思っているというか、実際の数字で分析をしていますので、まあ、先週でいくと少し下がっているという現状です。ただ、この1日、2日を見ましても、ほぼ横ばいですので、結果とすればほぼ横ばいの状況が続いていると、下げ止まっているというのが今の現状の認識です。わかりました。またこの後ゴールデンウィークに入りますので、人の移動が大きく増える時期でもあります。また、BA2 の置き換わりが進んでいますので、そういった観点からは、上がるリスク、増えるリスクは十分あります。ですので、移動の自粛の要請はしませんけれども、先ほど申し上げた無料検査の活用であったり、基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。わかりました。次にまたコロナに関連してなんですけれども、本日4月の30日で、インテックス大阪に整備されました大規模医療センターを審議の受け入れを停止して5月末に閉鎖されるということが発表になりました。これについて改めて、閉鎖する理由というのを教えていただけますか。もともと昨年の秋にこの事業を開始した時から5月末が終了期限ということで、開始をしています。また6月以降はインテックスさまざま別の用途で使うというのもすでに予定も入っています。なのでもともとの予定通りということです。これはその先ほどその今 BA2 の置き換わりも進んでいて、その上がるリスクがある中で、決まっているとはいえ、その延長するという判断にはやっぱり至らなかったでしょうか。それは至ってません。分かりました。で、あとその、大規模医療センターが、閉鎖するということで、使用率だけを見ていきますと、やっぱりその高い使用率で回転が回っていったという現状ではなかったと思うんですけれども、今回改めてそうならなかった理由について、ちょっと振り返ってみると、どういった点があったと思っておられますでしょうか。やはり一番大きかったのは株の性質が大きく変わったということだと思います。ウイルスの性質が大きく変わった、これが一番大きな理由だと思っています。これ昨年の秋、ちょうどデルタ株の第5波が終わった時にこの構成を立てて進めて、その整備をいたしました。でその際は我々のような若い世代、現役世代でも自宅でお亡くなりしてしまう、そういったことが全国で起きました。これはなんとか防ぎたいという思いから、そういった若い世代、現役世代の人がいざという時にも、そういったところでいざ感染爆発が起きた時にも対応できるように、酸素の準備であったり、そういったデルタ株を踏まえてですね、対策をいざという時の施設として準備をしたというのが経緯です。その頃は当然オミクロンの姿形もなかったというのが現状です。その整備の後ですけれども、オミクロン株が出てきて、実態はもう皆さんご承知の通り、若い世代、現役世代がどんどん酸素が必要になるという状態は起きませんでした。実際は高齢者施設に入所されている方であったり、もともと病院で入院されている高齢者の方、他の病気で治療されているような方、介護が必要な方、そういった方が中心になって、その大規模施設と間違いしなかったというのが一番大きな理由だというふうに思っています。なので先ほどの質問にも変わりますけれども、そのオミクロン株、今 BA2 がありますけれども、その傾向ということには変わりないと思っています。予定通り終了するということになります。わかりました。最後に1点なんですけれども、ちょっとコロナとは話が変わるんですけれども、
選挙 の, 事務的なミスについてちょっとご見解を伺いたくてですね、総務省の方が昨年10月の衆議院選の時に、投票用紙を間違って交付してしまったとか、そういった事務的なミスについて何件あるかというのを公表しています。で大阪府の方は全国で3番目となる17件とワースト3位になるんですけれども、その今年参院選を控えて、かつ来年春のですね、統一選を控えてですね、府選管が主体ではあると思うんですけれども、知事の受け止めを伺えますでしょうか。はい、これ総務省の調査では合計全国で300件あるという中でも大阪は17件という報告を受けています。選挙というのは民主主義の根幹に関わることです。なので府選挙管理委員会においては選挙事務を適切に間違いがないように執行してもらいたい、そう思います。わかりました。ありがとうございます。他ございますでしょうか。はい、朝日さん。朝日新聞の向井と申します。朝日新聞の向井と申します。先ほどの大規模医療センターの件で、予算が78億円計上されておりましたけれども、結局実際はいくら使ったのかというのを教えていただけますでしょうか。実際の執行、大規模センターの執行とすれば50億円になります。そして50億円のうち30億円が大阪市のインテックスに払う賃料ということになります。なので大阪市に払う賃料インテックスの部分を除けば約20億円強ということになります。この差額の28億、これがやはりその、予定してたほど使われなかったというところで額が少なかったというところでしょうか。そうですね、差額の予決管理の部分は入る管理方が少なかったので予決管理が生じているということです。わかりました。あとコロナ運用病床についてなんですけれども、フェーズを引き下げる考えというのは終わりでしょうか。ゴールデンウィークの状況を見た上で判断したいと。ゴールデンウィークに一挙にぐっと増える新たな何か生じる可能性もゼロではありませんし、ありますので、ゴールデンウィークの感染状況を踏まえた上で、このフェーズについては考えたいというふうに思っています。今の段階で、ゴールデンウィーク前に、あるいはゴールデンウィーク中に引き下げるということは考えていません。今現状は横ばいが少し減少だということですけども、やはりゴールデンウィークの状況を見極めるということです。そうですね。この後、増える時は一挙に増えますから、警戒をしているということです。わかりました。あと先ほどの本部会議のところなんですけれども、今の二類相当5類にしたらという意見がですね、やはり多かったですけれども、その辺は吉村知事どういうふうにお考えでしょうか。まずやはりこの二類相当になっている現状については、僕は見直しの議論はすべきだというふうに思っています。で、そのためのやはりオープンな会議であったり、その失礼が全く今国の中でありませんので、まずそれを設置すべきだと思っています。僕自身はもう実態として、今2類相当ですけど、かなり5類に近づけていくような実態の運用をしています。ですので今後これについて、要は今までの2類を維持することによってどういうメリットが得られ、そして逆にいろんなこの対策を取ることによってどういうデメリットが生じているのか、そういったことも客観的に冷静に分析をしながら、この感染症上の分類についての議論を多くの場で繰り返すべきだというふうに思っています。これは当然やはり特にオミクロンになって大きく状況は僕は変わっているというふうに思っています。いわゆる重症化率、死亡率といろいろ見直しても、先ほど申し上げた通り若い世代、現役世代でそれが非常に増えているからで、そこは圧倒的に率は下がってきています。実態として、で大規模センターもそうですけども、宿泊療養施設もなかなかオープンに広げてても手挙げて入りますという人がほとんどいないというような状況になってきている。一方で高齢者の方、高齢者施設、そういったところについてはやはり厳しい状況があるという、感染力が広がっているんだけども、毒性はやはり下がっている。ワクチンも3回目接種があって予約枠も空いているというような状況の中で、これが本当に二類相当のままで続けていくべきなのか、ここはもう議論すべき時期に僕は入っているというふうに思っています。だからこれは国が決めることなので、最初判断というわけではなく大阪で決めるわけではありませんけれども、やはり僕は見直しの議論、これはオープンの場でしっかり僕はやるべきだと思っています。わかりました。ありがとうございます。
はい、他ご質問ある方、はい、ABC さん、後ろ ABC さん。ABC テレビの小野と申します。今ワクチン接種の話にありましたが、総務省は内閣府が出しているデータですと、大阪府 の、 その接種率っていうのが全国で見ると沖縄に続いて下から2番目というふうになっています。まずこれについて知事の受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、大体5ポイントぐらい低いという状況が続いています。接種会場等は常に予約として空いている状況にもあります。できるだけこのワクチンの効果というのも情報発信しながら、とりわけ接種が進んでいないのは若い世代の方が多いですから、若い世代の方に、この3回目のワクチン接種をお願いをしたいと思っています。その対策として、もう様々なこの団体接種ももちろんそうですし、それから企業や大学等についてそのワクチン接種希望する人が接種するわけですから、希望する人が接種しやすい環境の要請をしています。またワクチン接種 の、 強化期間ということでこの1ヶ月占領いたしましたので、スマホ等を含めてですね、いろんなその広報を強化するということをやっていきたいというふうに思っています。実際にやっていきます。ありがとうございます。あとはやっぱりそのデータの積み上げとして大阪市がデータを積み上げる方式がまず一旦ワクチン接種クリニック等でワクチン接種したものを一旦大阪市内、大阪市で全部集めて、そこから登録を打つということで、少し時間のずれもあるだろうと、登録までにですね、そういった部分もあると思いますが、ただ、やはり全体として低いことは僕は事実だと思っているので、できるだけ正確な情報を発信して、多くの方に3回目のワクチン接種を受けていただきたいと思っています。ありがとうございます。それでちょっと別件なんですけども、先週末堺の方でありました内申点のデータが一部間違っていたということが昨日の府の教育委員会会議でも話題になっていまして、あってはならないということだと委員会委員の方からの声もありました。知事はこれについてまずどのようにお考えになられていますでしょうか。はい、この高校生の未来将来に関することですから、この間違ってはあってはならないと思っています。ですのでここは堺市教育委員会にきちんと再発防止策を取ってもらいたいと思います。また堺市教育委員会以外にも今回の件について情報共有をいたしました。大阪府 の、 この教育長から市町村の教育委員会にこういった内心のいわゆるその誤りがないようにするべきという情報共有の通知もいたしましたので、できるだけ高校生の将来に関わることですから、そういった間違いがないように、市教委には対応してもらいたいと思います。で、現状やっぱり合意の影響があった2名の方については府の教育委員会、府教育長とすればできるだけ寄り添って対応するという対応を今しています。さかのぼると過去5年、今年も言えると過去6年連続で堺市ではこのようなことが起きていて、発表はされていなかったということで、処分も、されていなかったということなんですが、あくまで市教委のことにはなってしまうんですが、大阪市長もされていた吉村知事としては、処分は今までなかったということに関してはどのように思いますでしょうか。というか、前提としてそこはきちんと公表するべきなんだというふうに思います。処分に関してはいかがですか。そこまでは堺市教委のことなので、ちょっと大阪府知事としていくことではないかなと思いますが、ぜひしっかりと僕は見直して、高校生の未来に関わることだから再発の防止策はしっかりとってもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、他ご質問、共同通信さん。 IR の関係なんですけれども、整理計画を長崎県が本日国に申請を発送したということで、大阪府もちょっとその辺が発送したかどうかが部局の方でちょっとはっきり要領を得ない回答がありまして、これ大阪府は送ったということでよろしいでしょうか。はい、正式には明日の定例記者会見で発表させていただきたいと思います。本日送付しました。本日送付してまだ受理されたかどうかというのは明日にならないと分からない。そうそう、だから正確に明日受理されたかどうかを確認した上で明日に正式の発表をさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。他、よろしいですか。他ご質問あるところ、あと、じゃあ、はい、最後、アスデンさん。はい、フランス伝道、いかがです。
ちょうどあの電車の真向かいの席と同じぐらいの距離ですけども、大阪では真向かいの席の方が話してても特に問題ではありませんか？マスクをしなくて、あのこういった広いところで、この空間の中で会見するということです。あえて、そう述べればあのマスクをしなくても問題ない、大阪の方は。あのできるだけ感染対策を取りながら、この会見の会場においては、あのこの伝えて2年間をやってまいりました。これからもその予定でやってまいります。まあ、全員はマスクしています。あと最後の一点、別にマスクをするなというわけじゃないですけれども、昨日ご理解なかったんで、聴覚障害者用のマスク持ってきましたけれども、志村さんの顔も お見えになります。お付けになるおつもりはありますか？あの基本的に不織布マスクをして対応しています。せっかく聴覚障害や出生時検査とかやってらっしゃるのに、あと補助金もつけてらっしゃるのに考慮はされないんですか？あの不織布のマスクを推奨していきます。僕も不織布のマスクをつけて対応します。では、聴覚障害者用向けのマスクを特に推奨することはないということですね。どういったマスクをするかは私自身が判断します。推奨することはないですね。もうすいません、もう一回、繰り返しになりますので、すいません、もう時間もないんで終わります。はい、それでは政務に関する質問は終わります。政務に関するご質問はありますでしょうか？よろしいですか？それでは本日の農家コミュニティ代を終了いたします。